俺、そのサッカー違うと思う。私はお前たちのように遊びでやっているわけではない。勝つことが私の存在意義なのだ。でも、君は何か苦しそうだよ。戦っているんだ。苦しいに決まってる。それは違うよ。戦いは勝つ日だってあるし、負ける日だってある。負けたら悔しがればいいじゃないか。明日の勝利を目指してまたやり直せばいいじゃないか。バカな。負けたら終わりなんだよ。負けたら存在意義がなくなる。自分がこの世界にいる意味がなくなるんだ。なくならない。勝っても負けても君はそこにいる。俺の胸をクーッと熱くさせてくれる君はそこにいるんだ。勝っても負けても君はそこにいる。私はここにいる。なんだろう、この胸の高鳴りは。熱さは伝導する。お前たちの中でも点火したはずだ。アストから生まれた心の炎が。なくならない。勝っても負けても君はそこにいる。俺の胸をクーッと熱くさせてくれる君はそこにいるんだ。私はここにいる。